試合でしたからね。昨日は開幕はドグダドーソのゲージはない状況からのスタートです。あ、やはり持ち側ダルシム側がサイコアックスの外側から一方的に殴っていく。まずはそして前に来るところを迎撃していく、うん、今回みたいな感じですね。の差し返し、うん、コンバステップ、敵時間がうまく噛み合った。ドグダとシャコをうまく、まあ、特にサイコアックス立ちくばんち届くような前に入り込んでいくという感じですね。配置マックスで叩き落とした。端が近い YH 持ち、ドグラゲージを使いますが V リバーサルで冷たくラインを返していく持ち。あ、マジか。しかもジャッキック、ダイヤシスラカウンター。おお、一つ目の投げ、トリガーは溜まっている。スライディングから発動、ナイトメア投げ、発動、バーナー、スラバーナー、そして入れ替え、燃えている。燃焼ダメージがあります。それを全て持っていった。うお、かぶった、危ないステップ。スライディングからサイコクラッシャー、ゲージがないドグラもう一丁削りに行く。こっちはフルゲージ、うまい、足返した。スライディングバックステップでうまく回避しました。これはね、本当に持ち特有のプレーというか、まあ、ダルシムってやっぱり突進技に手を焼くんですよね。どうしてもその手足を伸ばして、うん、その合間に突進攻撃で無理やり内側に入るっていうのが相手側としてはやりたいことなんですけど、その前でバックステップすることでその前ずらして差し返してますよね。ただドグラはここまではいいコンボ、端まで追い込むことには成功している。ダブル2マックス V リバフラーね。ドグラとしてはキープしたい間合い、白ゲージもここはなあ崩されたくはないんですが少し難しいか。ああ白い、うん、白が全て持っていかれました。おお、いいダッシュ、クラッシュカウンター、ゲージあるぞ。ワンゲージコンボ、打撃9目、もう一丁、足元通りるゲール、バックステップ、うまいバックステップ。ここはリバーサル、はい、V リバーサル、トリガーには回さないという、回さずですね。もちろんゲージをふんだんに持っているが次のラウンドも見据えているか。マイステップ2回、ウェッドグラも V トリガーは溜まっています。足元、うー、ちょっとこれもう粘ってきた、来た、あー出なかった、いる、お見事、しっかり着地を捉えた。ドグラお見事、ミスにはなってしまいましたが、こっちとしてはもう本当に勝ち筋、そうですね、ってるところまでね、むしろ追いついたのが驚きでしたよね。ドグラここまでうまく前ステップ、さらに年技を使いながら押していきます。確認、ダッシュをうまく噛み合わせるのは本当にうまいですね。最高のフェイント、体力半分以上奪ってドグラ、ひだまない、リバーサル、あーなるほど、なるほど、総裁、うん、あの場面もその EX 弱ヨガファイヤーを打ってからやっぱりその空中ヨガテレポートで位置を入れ替えるのが上等手段なんですけど、そこに対して EX 最高インフェルノで総裁を取ると、うん、キャラクターの対策でもこういったシーンは見られていました。タバーブ、ね、投げ、あーこれもうかなり持続すら気持ちいいペースですよ。ここはチャージ、後ろ投げ、この後起爆です。どうするか、起爆、止める、抜ける抜ける、ドグラワンゲージ、持ちはフルゲージ、あいち、ここでバックステップ、前に入ってそれを釣った。これでドグラがリード、うん、これも本当に最終局面分からなかったですけれども、ドグラの攻めを通りましたね。ちょっとステップに手は焼いている印象の持ち、ここをどうするか。本当にいいところでステップダッシュで無敵時間活用してところ入ってますよね。さあ2戦目のスタートです。ゲージがない状態では持ちリードを取りたいんですが、うまく押していきます。これではゲージダメ、ドグラ、あーいいダッシュ、中継の隙をついていった。気づけば画面の足まで持っていたドグラ、ここの画面の足もお見事。これガーの突進力ですよね、一度触ることができればガードの上から相手を押し込んでいけますから。そして端に行ってもあまり詰めすぎないという印象のドグラ、うん、いや食らっている、ステップで食らう、入れ替え分が成功した。おお、ダブル2、通常投げ体力リーダードグラ抜ける。ここも持ちはやはり V リバーサルに回すようです。これが用意した選択、トリガーは間もなくたまるドグラです。ウリバ、これもリバーサル、とにかく白を取っていきます。
さあ、白を取りやすいキャラではありますが、打撃、ここは先ほどの初手のチャージが効いていた通常攻撃の選択、ドグラがマッチポイントです。ダッシュをうまく噛み合わせるのが本当に良くて、それもあってかなり早い段階でね、持ちを噛み合わせに連れていけてますので、ちょっとここの対策を持っていきたい持ち、ドリルに対するタッチジャックパンチタイプですね。序盤からもありましたね。そうですね、このベガはかなり落としやすい。おお、そしてファイヤーステップで抜ける。 EX ゲージを無にした。ドグラこのゲージ溜まってきてるんで、バックステップ、守りは硬い、定評がある崩れねえ落とす、そしてご飯で落とす、対空もバッチリ。じゃあどこを崩せばいい。おお、上かねている、スライディングを避けた、崩して読んでますね。さらに仕掛けるが、トリガーワールドグラステップ持ちがさばくさばく、スタンチが危ない。ドグラどうする。おヒットしている、この読み合いまた読んでいる。少し高かったか、対空難しいか、ウィリバウィリバファイヤー、炎は消えた。逆にドグラが飛び道具で押す、表裏に行けなかった、発動どっち、ナイスガード止めている、あー繋がらない、スライディングケブラ、このキセルだ、何が来る何が来る、通常だけ残るぞ、まだ残ってる、ブラスト飛び道具ともにお互い飛び道具相殺、体力ほぼイーブンです。持ちにはトリガーリバーサルの選択肢もあるが、両ゲージない、両方ゲージじゃない。テンカウント、ステップ通した。ここ一番、今度もドグラ、中堅戦ストレート、名古屋王者ボディースター。さあ振り返ってみていかがでしょうか。ダッシュがやっぱり効きましたね。予想ダッシュ のタイミング、そこまで無敵地が長いわけじゃないですけれども、タッチキックなどにこう無敵に抜けつつ接近していった、